ベルベラ空港と契約し、ベルベラ空港にターミナルとフェンスを建設、民事用に使うことにした。アフロ、市のコントラクティングインベストメントカンパニーとの合弁事業である、この計画の設計には、インターナショナルコンサルタンツテクノクラートと、マルココンストラクションカンパニーが携わった。費用は合計8300万ブルで、そのうち300万ブルをタコンが負担した。 二千十五年三月、ソマリーランドのアフメットシランヨ大統領は、新しい空港ターミナルとフェンスの落成式を行い、ジブチ、エチオピア、イエメンの関係者が出席した。三千二百平方メートルの土地に建設され、公共の住所と通信設備、荷物の転送とチェックポイント、セキュリティチェック、給水車、二百キログラムの容量スケール、滑走路に向かう、アスファルト道路など、 民事用に使用するための各種設備が整えられた。空港のフェンスの長さは 12km に及んだ。ジョモケにあった国際空港、シュミツ、サバステイン、バイ・リューシン18ツーもが自主。エアウェイズ14、1217、一瞬1074から4320、ヤジー、JH1983、USMC フィールドエクササイズ。 This was told to me by my commanding officer. See also library of congress country study.at and https.ww.cia.gov w IA, v, library reading room document.cia rdp83-01074-r000300360002-7 エチオピア S タコンコンプレックスソマリランド S ニューエアポートターミナルフェンスウィズ80ミリオン、BR、アディスフォーチューン、http コロンスラッシュスラッシュ GOOBJOOG.COM スラッシュイングリッシュスラッシュ、P イコール112862015年3月4日、閲覧。ありがとうございます。